VS 朝倉未来。それではただいまに本日のメインイベント、ヤーマン軍団 VS 朝倉未来軍団対抗戦、70キロ契約3分3ラウンドを行います。青コーナー、177センチ、 69.7キログラム、 ジャパントップチーム所属、元ジアウトサイダー2階級王者、路上の伝説、朝倉未来。初の立ち技で新たな姿を見せてくれるか、路上の伝説朝倉未来。赤コーナー、173センチ、 69.85キログラム、 ターゲット渋谷所属、初代ライズオープンフィンガー65キロ級王者、キングオブストリートファイター、ヤーマン。拳成り上がりストーリーの主役は俺だ。朝倉未来の幻想を打ち破るヤーマンです。じゃあこんにちは、3分3ラウンド、今日のメインイベント対照戦です。70kg 契約3分3ラウンドの一戦、これを見つめるのが平本蓮、そして三浦孝太選手もいらっしゃいます。ラウンドワン、さあ殴り合い祭りの幕開けとなるか。第1ラウンドが始まりました。この試合の解説も引き続き伊藤隆代表、そして元プロデューサー中村拓海さん、俳優の志田ねねさんです。さあいよいよ伊藤さん始まりましたね。この距離というところですが、だいぶ近い距離にはなってきているように見えます。これね、はい、ヤーマンすごくいいですよ。ヤーマンの距離です、ね、そうですか、はい、ユーマンとやってる感じ、ユーマンとやってる感じだよ。面倒を狙っていこうというのは朝倉です。距離を詰めていこうというのはヤーマン。ついた、入りやがった。長いミドルを出してハイビーカップ、左ボディ、朝倉未来の左ボディです。やはり中村さん、はい、このように喧嘩四つになりますから、だいぶ入りやすくはなるんですね。そうですね。で、朝倉選手の武器は基本的に左の転下と左のハイキックとあと右フックの合わせだと思うんですけど、やっぱ距離が少し遠かったりするとやっぱタイミングが合ってくるんですけど、もう一気にこうやって詰めちゃうから、それではなかなかいけないと思うんです。考えようと思ったんですよ、考える前に行ったんですよ、はい、最初にちぎりかなり行きましたね。本当にヤーマン最高です。あの最初のストレートに倒れ方えげつなかったです。えげつなかった、すごいです。これです、こういう倒れ方朝倉選手見たことない。あのね、さっき見てるこうこのグローブって効くんですよ、はい、これ前から聞いたんで、本当にあれで終わってもいいかと思いますね、はい、中村さんも長く取材続けられて、さまざまな試合見てきたと思いますが、朝倉未来のあの倒れ方。そうですね、まあ、でも僕は朝倉選手よりもヤーマン選手が立派だと思います、ね、そうですか、うん、ヤーマン選手はなんだろう、ここだけ見るとむちゃくちゃ行ったように見えると思うんですけど、はい、僕はすごく考えて、朝倉の対策もやって、それをこう試合で出す
ただ殴り合ってるだけじゃなくて、やっぱそういう練習とか練習とかそういったものを出して喧嘩して勝つっていうのがやっぱこのオープンヘンダーグローブの一番の魅力だと思うんですけど、これをこう体現してるだと思いますね。まあ、実際にタイフォースが赤坂の時は出稽古に行って、その時 の, VTR などはヤーマン選手がずっと自分の中で持っていて、それも研究材料に使っていたという話ですね。ヤーマン選手にコメントをいただきます。さあ、勝利したヤーマンのコメントです。まずね、平本バーカお前は本当いつかぶっ飛ばすかんな待っとけお前あとね、まあ、今回俺の代表土俵でやったんで、これ本当のストリートじゃないと思うんで、本当キックボクシングなんで、年末MMA とかどうですかね。まあ、今の俺の打撃見たら多分またすぐ終わると思うんですけど、年末 MMA どうですかね。まあ今日で多分俺の時代になると思うんで、平本の時代じゃないです。まあ、楽しみにしてください。これから年末も楽しみにしてください。ノーダメージなんで。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いいたします。見事ヤーマンが第1ラウンド半日で朝倉未来を沈めました。そして先ほど映像でご覧いただいたように平本蓮選手もこの会場に駆けつけています。SNS では平本選手の方がだいぶいろんな攻撃を仕掛けていました。まあ、それに対してのアンサーという形で飛びつけて結果を残したのはヤーマンでした。改めて伊藤さん、 MMA また挑戦して本当に大きくなった姿を見せてくれているような気がするんですけど。まあ、そうですね、さすがやっぱりね、先にチャンピオンになっただけはありますよ。自分の戦い方は分かってるんで、はい、彼はあの戦い方をしたらもう勝てる選手はいないと思います。今回も体重もね、ちょっと2回5キロ大きいというのがあったんですけども、まあ、あとは今回の3対3姿を見せたいと思います。本当にこのルールに挑んでくれて勇気を持ちたいと思います。勇気というかもう敬意ですね、敬意をしたいと思います。あとの今回ね、ファイトクラブも続くと思うので、さまざまな選手が、ね、チャレンジしても面白いと思うんですよね。おそらく多くの格闘家の皆さんが今日これをご覧になっているでしょう。火がつく皆さんもいらっしゃるんじゃないですか。多分この試合でかなり火がついたんじゃないですかね。我こそはっていうのはね、ぜひ、ね、出てもらいたいですね。どんどん盛り上げていきたいと思います。はい、中村さん、はい、ヤーマン選手も言っていました、はい、やはり自分の中の土俵に来てもらった、はい、そのあたりの経緯というのは感じられましたしね、はいはい、まずやっぱり今日終わってみて、やっぱその朝倉選手のチームが MMA ファイターでありながら純粋なこのオープンリンガグローの勝ち合わせのようにやっぱりこう挑戦したということは本当に素晴らしいと思いますし、これがなかったらこのイベントのこの熱は生まれなかったと思います。であとは本当に伊藤さんも言われたみたいに、僕ヤーマン選手と朝倉選手がやって、なんかファイトクラブにもういきなりこれ食らいますかなと思ったら、はい、ここからスタートだなと思いました。ここからですからね、はい、改めてこのメインの一戦振り返っていきましょう。石田さん、はい、とんでもない終わり方になりましたね。もうやってくれましたね。すごい見事なパンチでナイスファイトありがとうございますって感じです。じゃあこの入場からやはり独特の雰囲気、空気感というのは会場内に漂っていました。この時の山いい顔してますよ、はい、入場の時の勝つ時の顔ですね。ただこれこの右ストレート顎付近ですかね、ちょっとスローで見、あー顔面ですか、完璧に打ち抜いています。でこれ改めてなんですけど、時間って1分以内ではなかったですもんね、はい、ですからアベマさんの方から1000万円という、条件付きで1分以内で KO できればということだったんですけど、ちょっと1分は超えてしまいましたが残念です。いやでも1000万円以上の何かを手に入れたんじゃないですか。いやもうそうですね、はい、まさに対価を手に入れたと思いますよ、ヤマン。まあ、第1ラウンド完璧に朝倉未来を仕留めたという
あ、宮城大輝さんが今ちょうどグローブを取るところ、まあ、伊藤さんこう見ても本当に薄いんですよね。そうなんですよ、はい、でも薄いんですけど、うん、暗光があるんですよ、はい、だから普通のオープンフィンガーより若干暗光があるのが効くんですよ、あのナックルの部分ですよね、MMA の、 あの指が全部入る型とはまた違うという、やっぱ MMA みたいな指が伸びてるとサミングが出ちゃうんで、はい、のグローブのくの字になってるんですね、だからあの厚めのオープンフィンガーって薄いグローブだと思えば3オンスとか多分4オンスとかそのくらいだと思うんでって考えるとやっぱ効きますよね、はい、そうですね、はい、本当に練習のパンチンググローブと一緒ですね、いや改めて、ま、自らがプロデュースするこのファイトクラブで完璧な締めくくりをしたというヤーマン、1ラウンド KO 勝利を収めています。そして軍団の勝利数で言いますとヤーマン1勝、西谷大成1勝、そして、木村ケルベロス颯太対白川陸人はドローという形なので、まあ、あの軍団同士で見ると引き分けというような1勝ずつということになりました。